次行われますのはロックシフタークラス。予選ヒートは最後のクラスとなります。このロックシフタークラス、背景を見てみますとですね、元全日本ドライバーですとか、現在フォーミュラ走っているドライバーとか、ゲストドライバーみたいな選手も詰めかけております。今回も見どころ満載のロックシフタークラスです。ぜひともご注目ください。それではスターティンググリッドご紹介をしていきたいと思います。ポールポジションはゼッケン8番チーム2番ユカイ、タイムは47秒586。セカンドグリッドゼッケン16番トレンタクワトロからのエントリーフローカーリクセ、タイムは47秒708。3番グリッドゼッケン93番モモクスオークサーリク、4番グリッドゼッケン46番ピーターパンシモノリオ、5番グリッドゼッケン72番モモクス水越健太、6番グリッドゼッケン6番 HRT 小林博忠、7番グリッドゼッケン22番 HRT 伊藤慎之介、8番グリッドゼッケン18番バイテクレーシング高橋智樹、凱旋帰国の高橋が走ります。9番グリッドゼッケン7番開幕戦のウィーナーです、ネクストワンレーシング東拓司、10番グリッドゼッケン19番高木プランニング金田翔、11番グリッドゼッケン17番高木プランニング平川真子、12番グリッドゼッケン45番ピーターパン下野舞。今回も親子対決が見られます。そしてマシンが今ホームストレートに戻ってまいりました。13番グリッド西島、西野、そして加藤と続いていきます。後方はグリーンフラッグ振られました。前方レッドフラッグ番対比、フォーメーションラップスタート。いいスタートを決めていくか、ゼッケン17番の平川真子がちょっとで遅れてしまったような感じなんですが、特に後方からのスタートもゼッケン27番の大水正史がフォーメーションラップを走ることができません。予選のスターティングフィット、11番グリッドは平川真子、12番グリッドが下野舞、13番グリッドが西島武、14番グリッド西野武、15番グリッド加藤武義、16番グリッド島博光、17番グリッド大道正文、18番グリッド谷口慎也、19番グリッド青木隆ということなんですけれども、ゼッケン27番の大道正文がですね、フォーメーションラップ走ることができないということで、通常ですと走ることができれば後方につくということにはなるんですけれども、現在マシンはインフィールドに置かれております。これは予選ヒートを走れないということになります。ドライバーはもうすでに待避所にいます。そんな状況の中、大道を除いた18名で戦われます。予選ヒートは8周です。今回参戦をしております西野武史、調子はどうですかと伺ったところ、もう予選ヒートでいっぱいいっぱいだと、そんなコメントを残しました西野武史。さあ、どんな走りを見せてくれるのでしょうか。さあ、マシンがグリッドに並べられました。後方グリーンフラッグ、前方レッドフラッグ番対比、シグナルレッド点灯、ブラックアウトスタート。3番グリッドの下野もいいスタートを決めていったが、平川がちょっと出遅れてしまったか、スタートは切られていったんですけれども、遅れてしまいました平川真子、11番グリッドからのスタートです。いいスタートを決めていきましたのは2回でしょうか、廣岡律恵でしょうか。今3コーナーへと入っていきます。下野リオンは1つポジションを上げて2番手に浮上している模様です。トップは廣岡律恵です。不在 25R へと入っていきます。ゼッケン16番の廣岡陸生、セカンドグリッドからのスタートでした。2番手下野、3番手ゆかい、4番手につけておりますのは東拓司でしょうか。その後ろには伊藤慎之介がつけているように思います。大草陸ですね、大草がつけている、そんな状況です。トップ6が今最終コーナーから立ち上がってまいります。6番手には金田、19番の金田翔が現在6番手に上がっております。さあ、まだほど大きなギャップを築いているというわけではありません。後方の方でもオーバーテイクをしながら1、2コーナー入ってまいります。シフト操作もしながら
のロックシフター、しかもハイグリップタイヤを装着してでのバトルとなります。いやもう結構きついと思うんですけれども、そんな中で今回ですねポールから出走していきましたユカイは現在は3番グリッド3番手につけているんですけれども、前を行く下野リを捉えるそんなチャンスが巡ってくるでしょうか。前に出ていきました廣岡陸生、セカンドグリッドからのスタート、2番手以降大きく引き離したいところです。2番手下野、3番手にはユカイ、4番手には大木さん、東拓司、金田、そして高橋と続いています。高橋智樹が現在ですね7番手です。もう日本に帰ってきてなかなか乗る機会なんてないです。カードなんて2年ぶりと言っていました高橋智樹、まずは調整をしていくというのが、まず目が慣れていくというのがですね課題だと言っていました高橋が、現在は今日の周回で7番手につけています。第25R 立ち上がってまいります。トップ4、そして5番手以降東を先頭にした5番手集団というような形に少し分かれております。東、金田翔、その後ろには高橋、そして現在ランキング2番手につけております小林弘忠です。さらに小林の後ろには水越健太、前回のウィーナー水越が小林弘忠の後ろ、こちらが8番手9番手争いとなっています。西ストレートへと入ってまいりました。そうですね、トップは廣岡陸生、2番手以降本間4票を引き離しました。下野、ユカイ、大草陸という2番手争いが3台です。シフト操作をしながらハイグリップタイヤと、そしてマシン挙動を相談をしながらこのレースを行っていくわけです。そして今回ですね、久々に SFC 時代の時から参戦をしておりまして、しばらくレースをお休みをされておりましたゼッケン15番西野武史が現在どこに走っているかというと、現在は14番手争いのところです。14番手につけております西野武史。そして立ち上がってまいりました、最終コーナーから立ち上がってくるそれぞれのドライバー、西野武史は現在単独でホームストレートを通過していきます。平川真子の前を走るのが西野武史です。当時 SFC 時代走っていたそのドライバーに聞いてみると、とてもブレーキが深いそんな選手だったとおっしゃっていました。まだ当時の走りを思い出すには時間がかかるかもしれませんが、その西野武史、非常にこれからが期待されるそんな選手でいらっしゃいます。その西野武史と前、西野武史の前を走りますのが西島武史と、実はですねこの西野武史、このレースに参戦しようと決めたのは西島武史に、誘われたからというようなことがありました。さあそして注目は最終コーナーからの立ち上がり、東拓司が大草を捉えまして4番手に上がります。東拓司開幕優勝を決めていきました。東拓司最終コーナーで大草を捉えまして4番手に浮上、そして、5番手には大草、6番手には高橋と続いています。第4コーナーから立ち上がってまいります。トップ廣岡陸生はタイムは48秒83、それに対して下野リオが48秒63ということですから、コンマ2秒下野の方が速いタイムを出しております。さあそして1台が止まってしまいました、ヘアピン立ち上がりのところ、現在イエローが振られています。あーこれはですねエクスプリットのカラーリング、ちょっとゼッケンを見ることができませんが、ゼッケン19番でしょうか、金田翔ですね、金田翔上位を走ってたんですけれども、ここで大きくドロップです、マシンから降りました。さあそしてトップ争い近づいてまいりました、テールトゥーノーズの位置まで上がってきた廣岡陸生の後ろには下野リオです。トップに浮上することができるか、西ストレート立ち上がってくる廣岡陸生もまだトップをキープしているか、廣岡陸生、下野、ユカイというオーダーです、連なっております。廣岡陸生が SG 入ってまいりました、2番手の下野、ユカイ、ユカイが動いてしまうとこのトップを逃がしてしまうということになるんですけれども、ユカイはどうするか、ヘアピンのところトップ2詰まってまいりました。下野リオペースがいいです、もともとロータックスマックスチャレンジのシニア走ってたドライバーで、まだロックシフターなんて2戦目なんですけれども、その下野リオが現在2番手を走っています。しかもタイムも非常にいいです。一方で廣岡陸生も三つ並のミッションクラスに出ているドライバーです、経験値としては廣岡の方が上なんですけれども、さあどうなるか、トップ争い、7周終了8周目、これが最後の1周ファイナルラップとなります。さあトップ争い3コーナーへと入ってまいります、廣岡陸生、下野リオというオーダーのまま、
三番手の愉快、その後ろの東拓司もいつチャンスが巡ってくるかというようなそんな状況がやってまいりました。頭の後ろには大きさ、動いたのはヘアピンのところ、愉快が飛び込んで2番手に浮上か、立ち上がりで動いたのはその後ろのドライバーです。下野リオは3番手をキープしているが、東拓司も大きさを捉えていく。東拓司は4番手に戻るが、最終コーナーのところ大きさリグブレーキングを遅らせていく。さあその後ろ、そしてヘアピン立ち上がってきます。今トップチェッカーは広岡陸生、2番手には愉快、3番手下野リオ、4番手には東拓司、5番手大きさリグ、6番手高橋智樹、7番手小林姿、8番手には三越健太、9番手伊藤慎之介、10番手には下野舞となりました。いや、親子対決どころではありませんでしたね。下野リオがトップ争いを行っておりました。前回のレースではですね、下野舞、下野リオという親子対決も見られるかというような津波のレースもあったんですけれども、このロックシフター鈴鹿の予選ヒートでは広岡陸生がトップチェッカーを受け、2番手争い、ここで最後ヘアピンで仕掛けました愉快が2番手チェッカー、3番手には下野リオ、4番手東拓司、5番手には大草陸というオーダーになりました。ロックシフターはロックのポイントの計算もありまして、海外のレースではレース制となっていますので、日本のこの鈴鹿選手権ではですね、予選ヒートではポイントの半数が付与されるというようにいうようなことになります。ですのでこのロックシフター、この、レースが第9戦第10戦ということになるんですけれども、予選ヒートはラウンド9戦の方となるわけなんですが、この第9戦で優勝は広岡陸生ということになるみたいです。